うん、皆さんこんにちは。 さあ、今日から新ツムが3体来てますので、早速ですね、えー、徹底解説の方をやっていきましょう。まずは、ローズさんからいきたいと思います。スキルは縦と横に決戦2段階消去ってことで、まあ、似たようなのバーリーとかかなちょこっと嫌な予感がしますね。2段階消去と聞いたら。ってことで次は、手に入れたコイン枚数、まあ54なしで、スキル6で3000コイン稼げてるのは割と良きかと思います。次、54あり。まあ スキル3からいい感じなんで、まあ、先月のモアナっぽいですね。 ってことで次はプレイを見ていきましょう。まずはスキル前半。ここは、まあ弱いです。ロズはスキルが上がっていくことに、消去範囲と必要積む数が少なくなってきます。えー、つまり、スキル序盤は範囲狭いは必要積む数多いわで、マッチで使いにくかったです。続いて中盤。スキル3から、消去量が S サイズになります。まあ、こっから割と使えるかなって思います。スキル4になると、必要積む数が21から19になるので、まあ、4からはガジェ より上になるかもしれません。 で、縦消去だから、ボムキャンとかしたらどうなるのってことなんですけど、縦消去の天井はめちゃめちゃ低いので、えー、それはできなくなってます。上、うん、ふざけんな。できたらね、めちゃめちゃ強かったでしょうね。ってことで最後、スキル5になると消去範囲が M サイズ、スキル6になると必要積む数が17になります。スキル6になったら回転率がなかなかいいかと思いますし、確か帰宅部さんがですね、えっと、7000コインぐらいね、フルアイテムで出してたので、めっちゃ強いんじゃないかなって思います。普通にうまくいったら、えっと、スキルマックスで6000インと も全然いいいけるんじゃないかなかって思いますで補正がどうやらかかってるっぽいんですけどあんまり気にはならなかったですねえー、っとあとはミッションかミッションの判定はまずまつげと眉毛もあって白い髪だしどうやらこいつ黄色っぽいんですよね黄色らしいですえー、であとはまあ縦と横の消去っていうのもあるしえっと友達呼んでんのかなこれ <laughs> 友達呼んでっかちょっとわかんないですね んってことで、まあ割とミッション判定は多いんじゃないですかね。普通にシンプルにピクサーの仲間つむは1体持っておかないと積んじゃうミッションとかもあると思いますのでね。まあ拾っとくのありかなと思います。ってことでロズ見ていきましたが、えまずちょいちょいえ消去範囲が広くなったり、必要つむ数が減るので、ここから爆発的に成長しますとかはありません,ん。で、1と2、本当にこれはダメです。おすすめスキルは4と6ですかね。ってことで、え結論としては個人的には悪くないんじゃないか。 かなってということで、以上、ローズの解説でした。残りの2体もあげますので、そっちの方も、えー、気になる方はぜひぜひお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録や高評価などお願いします。それでは。